この番組は痛み解放院グランツの石川がお送りしていきます。はい、おはようございます。ラジオを聞きのリスナーの皆様、おはようございます。今日も、痛み解放院グランツの石川がお送りしていきます。とりあえず自己紹介で簡単に、また同じことを聞く方もいると思いますけども、お伝えしますが、私は長年病院勤務や訪問看護にて現代医療の在り方を疑問に抱いていた一看護師でライフサポーターをしております石川千秋と申します。ラジオ番組でもお伝えしているのですが、西洋医学が見逃してきた領域を真摯に示し、その有効性を世に問う私が所属する本部のビジョンと大変共感し、すべて今までの疑問とか腑に落ちなかった点が腑に落ちたということで、この度この番組を持たせていただいて皆さんに発信していこうと思いました。それは何かと申しますと、病院が見逃してきた領域である筋膜や血管、靭帯、神経などの結合組織です。それらの循環不全による症状が慢性的な痛みやしびれとなっていたという結果によって、人々で病院があふれ返っている現状ですね、それを変えたい一心にて活動しております。もちろん本当に病気で病院の力をっていう方はもちろんいらっしゃいますが、今ほとんどの方がそうじゃないっていうことが分かったんですね。たまたま私のところに来られた方がそうだったかもしれませんが、自覚症状、要は皆さんが病院に行って薬飲んでも治らない、手術しても良くならないっていう、この不一致ですね、それを何だったかっていうことが分かったので、私は切実に伝えていこうということで活動しているものです。で、実は先日地元の公民館に行って体操、健康体操とかを拝見させていただいたっていうこともお話ししたんですけども、もちろんね、素晴らしい体操もいろいろありますし、昔からね、慣れ親しんだやり方もあるとは思います。ですが、筋肉の滑走性ですとか、解剖生理学的な役割とか、どういった順番で行う方が体に優しく、なおさらこの痛みや体の歪みに対しても効果が出ていくか、で、ただ筋肉をつけるだけではいけないっていうこととかね、いろんな専門的な視点と、私の今までの経歴っていうか、活動してきた中で得たノウハウを正しくお伝えして、確実に結果となって皆さんに実感していただけるように、この度ちょっとね、突撃レポートならぬ突撃公民館訪問をちょっと予定することにしました。本日です。後ほどご連絡いたします。はい。で、何を伝えたいかと言いますとね、この体の痛みですか、しびれとかね、不調ですとか、何らかしらの症状ですね、病院に行って薬飲んでも治らないものですね、そういったものは筋肉が固まって循環不全を起こしていることによっていることが多いって現実なんですね。だから、何らかしらの 内臓疾患ですとか、脳神経疾患ですとか、心疾患、そういった持病を持っている方はもちろんお薬の力は必要ですし、それを続けていかなきゃいけないっていうものもありますが、そうじゃない場合の方がもう7割、8割、間違ったら9割はいらっしゃるんじゃないかっていう現状なんですね。でも、これは一概にね、そうだとももちろん言い切れません。ですので、私は繰り返し伝えてますが、60分から90分間、しっかりとあなたの体に向き合って、体のバランスですとか、どこが傾いてる、どこが引っ張ってるっていう、アライメントって言いますがね、そういう全体的な、傾き加減とかを見たり、触診って言って触って、どこが硬くなってる、筋硬血って言って、筋の塊ですね、痛みの元になっている場所。そこを探していって、今までのプロセスをお伺いさせていただいた上で、しっかりと筋肉による、筋膜によるものなのか、それともやっぱり病院ですとか手術とか内臓系ですとかね、そういう外科的な処置が必要な状況なのかということをしっかり判断してから、もちろん行っていきます。ですので、ただ一概にね、治るんですってはもちろん言えません。ただ私が去年から関わらせていただいた座骨神経痛、脊柱管狭窄症、ヘルニア、すべり症、様々な症状の方がそうじゃなかったっていう現実ですね。皆さんね、いや、先生がそう言ってたから、そう診断を受けたし、レントゲンでもそう見たからって皆さん、口々におっしゃいますが、これもね、私結構しつこく言ってますけども、レントゲンは骨しか映りません。
CTMRI は内臓系しか映りません。筋肉が全く映っていません。はい。で、内臓、骨がね、すり減ったから、こすり合って痛いですとか、軟骨がすり減ってるから痛いですとか言いますが、骨にも軟骨にも神経細胞はありません。ですので、痛みが出る原因ではないんですね。これは断言できます。その原因が筋肉だったってこと、筋膜だったってことですね。そちらの筋肉の中に、また筋膜に沿って血管、神経が通っているんですね。で、繰り返しお伝えしてますが、この神経とか血管、内臓、あと筋肉ですね、に鶏肉の皮と身の間にあるラップのような膜があるってお話ししました。そして人間の体は全身的にその膜に包まれている。それを筋膜と称しています。その塊によって、この滑走性によって、この筋膜によって滑走性が起こることによって、腕を曲げたり上げたり、体を曲げ伸ばししたり、歩いたりっていうふうに、この流れ、潤滑油っていうか、摩擦が起きないようにスムーズに体を動かせるようにしてるんですね。だけどもそれを全く見ていない。それが硬くなったことによってギシ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 と、要はよく襖の戸ですね、なんだか長年使い古すとギシギシと重くなって変な音が出たりしますよね。玄関の戸ですとかね。そしたらオイルみたいのを継ぎ足したりスプレーをしたりするとスムーズになりますよね。まさしくそういう滑走性、滑りを良くする働きをこの膜は、筋膜はしてるんですね。だけどもそれが硬くなる、筋肉が硬くなることによって体が硬くなって循環障害が起こって、中に通っている、側面を通っている筋膜とか神経を硬くして押しつぶして引っ張ることによって循環不全が起きている。押しつぶせるというのは、人間体重がありますし、地球には重力があります。ですので押しつぶされる。それで筋肉は弾力性がありますので、引っ張って伸ばされる。そうすることで循環不全が起こるんですね。はい。ですから、そういった循環不全が起こったことによって動かなくなっているのに、それをまたさらに動かそう、使おうとするから、ギシ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 と痛みが生じてくる。で、全身ボディースーツに包まれてるっていう状況をお話ししましたが、今出ている場所が本来痛みの元ではないんですね。はい。だからそれもお伝えしています。だからどんなにマッサージ行っても、そこに注射をしても、湿布を貼っても、一時しのぎで良くならず、繰り返していると思います。で、今まで私のところに来た方も皆さん口揃えて言っていました。保険対応で安いからといって、あなたは何年通っていますでしょうか。私のところは何年も何ヶ月も通いません。だいたい10回平均で卒業を皆さんしています。毎日ではありません。週1回。ですから、長くても2ヶ月、3ヶ月ですね。週1回通ってです。ですから10回行くか行かないか。もちろんその人によって全然違います。同じ座骨神経痛でも、ヘルニアでも、脊柱管狭窄症でも、何らかしらの、生活習慣ですとか、体格ですとかね、今までの過去の起こったいろんな体の歪み、歪み、傷跡、そういったものをしっかり聞いた上で、どれぐらいで卒業しますっていうことを、ちゃんと目標設定をしてからじゃないと行いません。だら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 行いません。なぜなら、それだけ人間の体は素晴らしいんですね。きちんと使えばきちんと何度でも使えるんです。それを使い方がわからなかった、ほぐし方がわからなかった、そういったがために、酷使しすぎたがための結果が今となって現れているんですね。だから痛いところを、どんなに肩が痛いからって肩を揉んでも治りません。それは以前話したように、引っ張ったゴムをイメージしていただいて、真ん中の張ってるところだけを捕まえて緩めたとしても、離してしまったらまた張りますよね。ちゃんと痛みの根元、始まりがあるんですね。その始まりからしっかり緩めていかないと繰り返す。だからこのゴムだけではなくて、絡まった糸ですね。絡まった糸でも想像してください。絡まってるものをぐじゅ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 ほぐそうとしてもほぐれますでしょうか。その同じことを今世間一般ではやっています。もちろんね、そうじゃない先生もいらっしゃいますし、いろんな方法でなんとか痛みを取ろうって頑張ってる方もいらっしゃいます。はい。ですが、まだね、これはまだ、知られてまだ間もないです。沖縄ではほとんどまだ知られていません。なぜなら、これを見つけた方、考案した、発見した方が、京都の理学療法士だからですね。
藤井先生と言いますけども、本部が京都にあります。で、繰り返し言ってますが、日本疼痛リハビリテーション協会に私は所属しております。そちらの方でね、あのネット検索していただけたり、 YouTube にも上がっておりますので、そちらからも見てみてください。はい、だからあの私に一度まず見てもらってっていうことで、どんなにねいいからといっても、何だかわからない、しかも病院のお医者さんからも聞いたこともないっていうことだと思うんですよ。なぜなら筋肉を見ていなかったから。見なくてよかったんですね。病気に特化すればよかった。そういう時代が長かった。だから病院に行っても筋肉を見る検査はありませんよね。骨しか見ない。内臓しか見ない。それでよかったんですよ。だから先生に診察してもらっても、こう言っちゃなんですが、先生は体に触れもしませんよね。触れなくていいんですよ。病気だったから。治せばいいんですから。説明したって分かりませんよね。専門的なことですから。だから今までは治して、手術をして、薬を出して、治ってきたからよかったんです。でも今は違うんです。時代はもう、そういう時代は終わってるんですね。ちゃんと触って、今までのプロセスを、今までの筋肉の状況を使ってきたプロセスをしっかり振り返って、何が原因で、いつからこういう体の歪みが出てきたか、痛みが出てきたか、何らかしらの違和感が皆さん絶対あったと思うんです。だけど長年ね、病院に行けばそういった不調を治してくれるっていう時代が長かったがために、自分に向き合ってこなかった結果、今のいう社会になってるんですね。痛みが蔓延している。何を飲んでも何しても治らない。わかりますか？だからもうあんまり私喋るとね、熱くなりすぎてね、ちょっとね、まずいので、今日は最初でお伝えしましたが、あの、直接自宅訪問ならぬ、公民館訪問させていただきます。ちょっとね、今からお伝えしますが、そちらの公民館長さんとは、実は去年関わらせていただいた、宜野湾市主催の、宜野湾地域づくり塾にて、私は2期生となりました。その時に関わらせてもらった自治会長さんがいらっしゃるところで、今日は突撃で行きたいと思いますので、ぜひ興味のある方はいらしてください。私が対応します。人数によっては全員厳しいかもしれませんが、痛みしびれに限らず何らかしらの不調があっても構いません。要は首がこれ以上曲がらないとか、後ろに向けないとか、寝違いとか、肩が上がらない、何でもいいです。ただ言っておきますが、一度では完全に治せません。軽減させることはできますし、何を私が伝えているのか、どういうことなのか、意味が何なのかっていうことが腑に落ちない、なんか興味があるっていう方に実感していただくために、その改善、筋肉が原因だっていう証明を実際に行いたいと思いますので、よろしいですか？今からちょっと見せますね。ライブ、この見てる方は見えますか？長田区から、長田区の自治会事務所に11時半から私お邪魔させていただきます。自治会長さん、すみません。何のアポも取らずに勝手にこのようなことを言ってしまってますけども、ちょっとお邪魔させていただいて、もし興味のある方はそちらに来てください。11時半からちょっと私待って待機しております。そして3時から内泊区自治会事務所ですね。そちらの方に行って、またそういったね、興味がある方、疑問がある方、何なんだろう、この筋膜が原因って聞いたことないけど、ちょっと興味があるな、ちょっと痛みがあるし困るしっていう方がいるのであれば、まず体感してみてください。で、一人で不安であれば、どうぞ何人でも来てください。私はあえてだから訪問を取ってます。本来こういうことをやってる人はいないんですね。前代未聞です。なぜ私がこういうことを訪問メインでやっているかというと、訪問看護でそれを分かったから、また医療的ケア の講師もしてましたので、そういった社会情勢も知ったから、あと、宜野湾地域づくり塾2期生として関わらせていただいた中で、そういう超高齢社会による交通に足がないとか、痛みによる体が出ら、あの、痛みによって外出ができないっていう、そういう方がいらっしゃるから、訪問メインで行っておりますので、そういうふうにやっております。あとね、ホームページにこちらにも書いてますが、e パーク体リフレ、こちらを検索されても私のホームページ、痛み解放院グランツで出てきますので、この e パーク体リフレってネットで検索して、沖縄県を選び、那覇市を選べば痛み解放院グランツ、私のホームページが出てきます。そちらにも詳しく書いてますし、申し込めますので、でもね、お金を払うよりなんかわからないっていう人は無料で体験を、今日突然ですが行っていきます。もう一度時間言いますね。この画面見てない人のために、長田区に11時半からお邪魔します。自治会事務所です。長田区自治会事務所、11時半からで、内泊区自治会事務所に午後3時から伺わせていただきますので、興味のある方はぜひいらしてください。ではお相手は痛み解放院グランツ石川でした。
でしたね。あ、大丈夫、みんなこんな感じ。